はい、ごきげんよう、みつけまです。今日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。前回プリムロゼちゃんが仲間になって、なんかお父さんの仇のカラスの入れ墨がついた男を見つけたので追いかけていきたいと思います。この下っぽいんだけど行ってみましょう。うわ、なんだここ怖っ。サンシェード地下道、怖え。何ここ、めっちゃ怖いんだけど。あ、プリムロゼちゃんは探検使えるんだ。ほほう。踊り子の技、獅子の舞、バフ系かな。お、ついに出た闇属性。今まで全く出てこなかった闇属性がついに来ましたね。おれ、あんま強くない。私の出番だな。そういうこと言うな。この先か。お、抜けれる。抜けた。左腕の男が。追わなきゃ。どこへお出かけだ、子猫ちゃん。うわ、支配人だ。なんでバレとるん。あ、なんだっけあの子。私がここにいるって。あのいい子。ああ、そのことか。優秀な手下がな、こいつを連れてきてくれてな。ユースファ、プリムロゼ、ごめん。捕まっちゃったの？バレちゃったの？こうなるまで吐かなかったらしい。何しただ？わしのしつけが足りんかったよ。やめて！な、何？やめろ！あ！ユースファ！嘘。あ、死んでもうたん？あ、まだ生きてる。プリムロゼ、大きい声張れるんだ。そんなこと言ってる場合じゃ。ちょっとオフィリアちゃん回復してあげて。ちょっと回復。ねえ、プリムロゼ、私たちってさ、かな。何？友達だよ。私、ガキの頃にここに売られてさ、周りは卑屈なやつばっかで、絶対群れるもんかって思った。でも、一人ぼっちで、本当は寂しかったんだ。プリムロゼだけは。周りと違ってた。どんな辛いことがあってもいつも背筋伸ばして、あんた見てると私もなんか強くなれた。ユースフォ、ねえプリムロゼ、私たちってさ、友達かな。友達だよ、ずっとも。友達よ。もう寂しくない。終わったか。最後の演技はまあまあだったな。てめえこの野郎、おい。舞台でもそのくらいできりゃ可愛がってやったもの。ハゲ。ここまでよ。ああ、私がこの町で踊るのはここまで。今日限りやめさせてもらうわ。ほう、心変わりしたのはあの男が来たからか。何でしてんの。ええ、そうよ。醜い豚さん。なんだその口は。このメスが誰のおかげで生きてこれたんだ。決まってるわ。降りてこお前豚。自分の足で踊ってきた。いつだってね。いいぞいいぞ、かっけー。長い罵声を浴びても虐げられた。そして今日ようやく仇の男が現れた。
あなたの下で踊る必要もなくなったわ。プリミノゼ、今ならまだ許してやろう。すべては嘘だと言うなら。支配人様の困る顔が見たかっただけと言ったら。一番困るのお前やろが、豚野郎。帰りな早く。そしてその汚い口を閉じ、いつものようにわしを満足させれば、すべては砂に流してやろう。水じゃないんだ、砂漠地方だから。くらえよ。お、よく言った。いいぞいいぞ。そうか。わしを噛んだ猫はすべて始末して。そこ、それのようにな。プリムロゼ、お前はとっておきだったのに。もったいない。もったいないよ、プリムロゼ。怖っ。今まで散々お世話になったわね、支配人様。あ、支配人と戦うの？頑張ります。入れ墨の人と戦うんだと思った。さて、どうしたもんか。ほら、行くぞ。何が効くんだろう。はい、聞こない。痛い痛い、これめっちゃ痛い。何聞くん、こいつはこれ聞くやろ。よし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 、一旦リンデちゃんで様子見るか。あ、槍も聞かないと。私の出番だ。剣は、あ、聞く聞く、剣は聞くな。先に周りのやつらを倒してしまおうか。ね、そうしよう。いて、ヘルゲニシはわなわな震えている。怖っ。キモ。キショイ。ブレイクした方がいいな。あ、毒になった。ナイスナイス。回復、回復しよう。なんでこんなみんなボロボロなの。で、ブレイク知るか。ほらほら、よし、ナイスナイス、オッケー。それでは、いいぞ。何が効くかわかんないから、いろいろやってみようかね。光明魔法よ。あ、光に弱いぞ。私の出番だ。いいね。あとはサミダレアとかやってみる。あ、全然全然当たんない。全然当たんないよ。いて、これだろうかしら。闇、闇魔法効くんじゃない。これどうだ。闇を、ほら、あ、ナイスナイス。兵隊さんは闇が効くんだな。どこ見てるんだ、リクさん。どうしようかな。私の出番。雷とか。雷どう？聞くか？ともなるいさずしよ。聞かない。うん。激気おじさん。よし。頑張ります。光魔法やっていくか。ほら、おしおし、周りに奴ら倒した。ナイス、いいぞ。往復ビンタ、いて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 、いて、やめろ。なんかさ、攻撃が気持ち悪い。往復ビンタとかわなわな震えたりとか、気持ち悪いな、こいつ。チャーシューにしてやろう。どう動く、いくぞ。弓効かない、雷効かない、あ、斧は、斧、あ、効かないわ。踊ろうかしら。むむ、
よいしょ。行きましょう。光魔法聞くから、オフィリアちゃん回復と光魔法やるか。ほら。行くわよ。えい。あと何聞くかな。魔物。あ、捕獲しないで。魔物。暗黒効かなかったから、氷とか、いけ。あ、氷効く。ほー。でも、炎は効かないんだ。ちょっと、ライフスティールダガーしよう。ちょっと、HP が。よし、ナイスナイス。めっちゃ回復した。負けません。聖火の光、はい、輝きたまえ。それでは光魔法を、オッケーオッケー。あ、もうでもだいぶ赤くなってるってことは、あ、だいぶ効いてきている。強いぞみんな、頑張れ頑張れ。さて、よいしょよいしょ。どう動く？ハイトがちょっと今回あんまり効かないな。リンデで頑張るしかない。あ、倒した。やった。いい戦いだった。弱かったな、なんか割と。まあ、言うてこの人戦う人じゃないから弱いのかな。プリムロゼ。なんだ豚野郎。確かにお前は初めから他と違っていた。おい、豚が喋ってんじゃねえ。とシャも行かぬ。お前の瞳には強い意志があった。多くの女を見てきたが、あんなのは初めてだった。一目でそそられたよ。きしょ。なあ、プリムロゼ。最後にもう一度だけ踊ってくれんか。本当に踊りは好きだったんだな、素直に。キモいけど。あっ、あっ、船何しやがる。こっち来んな。あっ回る余裕はある。喉かき切られたのかな。最後に踊ったのはあなただったわね。うまい。何？この地図、左腕の男が渡してたものね。北のスティールスノーという村か。いただいていくわ。もらっていくぜ。さよなら。あ、じゃあ結局カラスの入れ墨の人に会えなかったな。でもさ、この町さ、めちゃめちゃ支配人が支配してたけど、どうなっちゃうんだろう。ユースファ。ね、ユースファちゃん。悲しい。あ、行くんですか？かくして踊り子プリムロゼは旅立った。父を殺したカラスの入れ墨をした3人の男たち。彼らを見つけ殺すために。彼女にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。はい、ということで、プリムロゼちゃんのお話、終わりました。あら、結構ヘビーな話だったな。支配人倒した後、あの街どうなっちゃうんだろう。わかんないけど。じゃあ次、ここ行くか。アーフェンとこ行って、クリアブック？クリアブックのアーフェンに会いに行きたいと思います。これで一周したね、地図が。ほら。ぐるーって回ってきたんだ。オッケーオッケー。じゃあ、アーフェンとこ向かっていきたいと思います。それじゃあ、また次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。バイバイ。